この動画では NextRage M.2280 ゲーミング SSD の PS5 への取り付け方をステップバイステップでガイドします。8つのステップで取り付けます。必要な工具はナンバーワンプラスドライバーです。 PS5 の電源を切り、電源ケーブルを取り外しておきます。取り付けや取り外しを行う前に、ドアノブ、壁、床や家具の取っ手を触って静電気を取り除いてください。プレイステーションロゴのある面と反対側を上に向けておきます。パネル上部右側の縁を持ち上げ、下部方向に力を入れ外します。プラスドライバーで SSD 拡張スロットのカバーを取り外します。PS5 に取り付けられている M.2SSD 取り付けネジおよびスペーサーを取り外します。スペーサーは80と書かれたネジ穴に置きます。本機を M.2SSD 拡張スロットのコネクターに差し込みます。コネクターの反対側をネジ穴に合わせて押さえ、ネジで固定します。M.2SSD 拡張スロットのカバーの端を PS5 本体に差し込み、ネジで固定します。PS5 のパネルを取り付けます。 2センチ下からパネルをスライドさせて元の場所に取り付けます。パネルが固定されるとカチッという音がします。PS5 に電源コードやモニターをつなぎ、 PS5 の電源を入れるとフォーマットの案内が表示されます。ここまでで取り付け方のガイドは終了です。